千住の火の意志は消える。しずね様のテントには誰も近づけてはならん。動いてはならぬ。動いてはならぬぞ。やっと出ました。つまりこの白いやつは初代火影の分身体だったら、シロアリを撒くというのはどうだろう。ヤマト隊長もこいつらのパワーアップに利用されているんだ。聞いてくれナルト、リードの。それでモヤモヤしたもんがいくつも感じ取れたの。おとなしく捕まったりしねえよ。なら今回は話し合いだのと抜かすなよ、ナルト。ナガトとてめえを一緒にすんな。やり方は違っても、あいつは本心で平和を望んでた。それが、すべての人間を現実にはめて操る月の目計画か。カブトはともかく、マダラは不死だそうだ。あれは、F。ラセンガン！ここは俺の影分身と玉城さんに見張らせる多重影分身の術。あの方は俺たち雲隠れの決定限界。死んじゃうじゃん。なんだ、先ほどからの。こいつが、エド転生で操られているゾンビってやつか。Bのおっちゃん、みんなのところへ行くってばよ。俺たちに限って言えば大丈夫だ。そうだよな。くそ、わからねえ。天狗した偽物を嗅ぎ分けられねえなんて。やっぱりてめえか。ヤク君、お前が偽物か。よせ、俺は本物だ。円の中から絶対に出るな。出たやつは皆敵の変化とみなす。どれが変化したやつかわからぬとは。長座、このままでは拉致が開かないぞ。来たか。やっと着いた。来やがったか。本部からの連絡は受け取る。よく来てくれた。しかしよく雷影様がOKしてくれたな。よかった。でも随分派手になったね。ナルト！綱ではあの少年を。一体あの子は何者だ。ガキの頃から火影になるってほざいてる同期のバカでナルトってんだ。バカは余計だ。しかもね、綱手様はあいつにかけてんだ。ナルトか。だからみんなで変化の白いやつをぶっ倒す。おお。おお。まずそこのそいつだ。お、俺の周りにいる他のやつは本物だ。おい、止まれ。来るな。助けて。ここへ近づくな。来るな。誰も動くなと言ったはずだ。でもこのままじゃ。大丈夫か、さくらちゃん。ナルト君、ナルト。こっちがやべえよ、ニャタカ、エイジ。ヒナタ。次はどいつだ。左前のやつ二人。遅くなってすまん。ナルトか。今までと匂いが違う。ナルト。もう大丈夫だ。怪我はねえか、ヒナだ。なんでナルトが来たことをすぐ知らさなかった。ナルトはさっき来たばかりだ。見た目が前と違った。
それにチャクラ性質もだ。前とナルトの匂いが違ってる。気がつかねえよ。本当にナルトか？俺はナルトだってばよ。それをどう証明する？ナルト君だよ。目を見ればわかる。ごめんね、ナルト君。みんな疑い深くなってるの。もう俺が来たからには防戦に回る必要はねえ。偽物は片っ端から見つける。守らなきゃいけない人に守られてばかりで、やっぱり私ってダメだ。偽物は俺が見分ける。一緒にやるぞ、みんな。気にすんな、ひなだ。俺もお前に二度も守られたばかりじゃカッコ悪いしな。行くぞ。ありがとう、ナルト君。ここからは荒れるぞ、カカシ。こっちも増援が到着だな。約1名。